デューン、デューンさの惑星は、2021年公開予定のアメリカ合衆国の SF 映画。フランク・ハーバートの SF 大河小説、デューンの映画化作品。ドゥニビル・ヌーブが監督を務め、主要キャストとして、ティモシー・シャラメ、レベッカ・ファーガソン、オスカー・アイザック、ジョシュ・ブローリン、ステランス・スカルスガルド、スティーブン・ヘンダーソン、ゼン・レイヤ、デビッド・ダスト・マルチャン、チャン・チェン。 シャーロン・ダンカン・ブルースター、シャーロット・ランプリング、ジェイソン・モモア、ハビエル・バルデムが出演している。1965年に発表された、デュンは、1971年以降複数の映画制作者が映画化の権利を所有するなど何度も映画化が試みられたが、物語の複雑さ重厚さにより映像化が困難な小説とされている。過去には1970年代に、 アレハンドロ・ホドロフスキーが10時間以上の対策映画構想を企画するが制作中止に終わり制作過程がホドロフスキーのデューンとして2013年に公開1984年にはデイビッド・リンチが映画デューン・砂の惑星2000年にはリチャード・ピール・ビンスタインがテレビシリーズデューン・砂の惑星をそれぞれ制作しているドゥニビル・ヌーブが制作する デューン、デューン差の惑星は、通算5度目の映像化作品となる。ティモシー・シャラメ・レベッカ・ファーガソン・オスカー・アイザック・ゼンデーやハビエル・バルデム・ステラン・スカルスガルド・ドゥ・ニビル・ヌーブ2008年、パラマウント映画は、デューンの映画化を発表し、監督には、ピーター・バーグが起用された。しかし、2009年10月に、バーグが降板し、2010年1月に、ピエール・モレルが、 公認の監督に起用されることが発表された。その後、権利執行に伴い、デューンの権利保有者リチャード・ピール・ビンスタインとの間で、話し合いが行われたが合意に至ることができず、2011年3月に、パラマウント映画は制作中止を発表した。2016年11月21日、レジェンダリーピクチャーズが、デューンの映画化、テレビ化の権利を取得したことが発表された。 同時期にバラエティ氏はスタジオがデュニ・ビル・ヌーブと監督就任について話し合いを行っていることを報じている。ビル・ヌーブは同年9月時点で私の長年の夢はデューンを実写化することでした。しかし権利を獲得するためには長いプロセスが必要で成功するとはとても思えませんと語っておりメッセージブレードランナー2049の制作が 完了するまでは監督を引き受けることが困難と感じていた。2017年2月までに原作者フランク・ハーバートの息子ブライアン・ハーバートはビル・ヌーブが監督を務めることを確認した。2018年7月、ジョン・ネルソンが資格効果スーパーバイザーに起用されたが後に降板している。撮影監督にはブレードランナー2049で ビル・ヌーブと仕事を共にしたロジャー・ディーキンスが期待されていたが同年12月にグリーグ・フレーザーが撮影監督に起用されたことが発表された。2019年1月にジョー・ウォーカーが編集を手掛けることが発表され、この他にブラッド・ライカー、パトリス・バーメット、ポール・ランバート、ゲルド・ネフ・ツァー、トーマス・ストラザースが起用されている。プロデューサーはビル・ヌーブ、ルビンスタイン、 トーマス・タル、メアリー・ペアレントが務め、クリエイティブ、コンサルタントとして、ケビン・ J ・アンダーソンが参加している。2019年4月には、ゲーム・オブ・スローンズで、言語設定を担当したデイビッド・ J ・ピーターソンが、制作に参加していることが報じられた。2018年3月、ビル・ヌーブは、ドゥーンを二部作で映画化する構想を語っており、スティーブン・キング原作の、IT、 きっとそれが見えたら、終わり。IT、イット・ザ・エンド、それが見えたら、終わり。と同じ二部作形式で映画化する契約を、ワーナー・ブラザースと結んだ。彼は、インタビューの中で、物語の世界は、非常に複雑で、その細部にこそ、力が宿っているとして二部作でなければ、制作に同意しなかったと語っている。しかし、 その後に結ばれた契約は一作目の制作に関するものだけとなっており、二本目の制作に関しては新たな契約を結ぶ必要があると報じられている。2018年4月、エリック・ロスが脚本執筆のため起用され、同年9月にはジョン・スペーツがビル・ヌーブとロスと共同で脚本執筆に参加していることが報じられた。 ビルヌーブは5月時点で脚本の第一走行が完成したことを明かしている。ブライアン・ハーバートは7月までに脚本の最終走行が原作小説の約半分まで書かれていることを確認した。2018年7月、ティモシー・シャラメが主人公、ポール・アトレーデス役の最終交渉を行っていることが報じられた。同年9月にレベッカ・ファーガソンが ジェシカ役の交渉に入ったことが報じられ、2019年1月に起用が決まった。同月には、デーブ・バウティスタ、ステラン・スカルスガルド、シャーロット・ランプリング、オスカー・アイザック、ゼンデイアの出演が決まった。2月には、ハビエル・バルデム、ジョシ・ブローリン、ジェイソン・モモア、デビッド・ダスト・マルちゃんの出演が決まった。3月に、スティーブン・ヘンダーソンの出演が決まり、 シャンチェンが出演交渉に入った。2019年7月、themix.net は、原作では、男性キャラクターのリエト・カインズ博士を女性キャラクターに変更して、女優のシャロン・ダンカン・ブルースターの起用を検討していると報じている。ダンカン・ブルースターは2020年4月に出演が決まった。彼女によると、ビル・ヌーブは、 この人物の本質を捉えることを重視しており、性別には固執しなかったという。2019年3月18日から、ハンガリーブ・ブダペストのオリゴフィルムスタジオで撮影が始まり、ヨルダンのワギラムでも撮影が行われた。映画の前半に登場する惑星カラダンのシーンは、ノルウェーのスタ半島で撮影され、主要な舞台となる惑星アラキスのシーンは、 アラブ首長国連邦のアブダビシで撮影された。最初の撮影は2019年7月に終了し、2020年8月にはブタペストで追加撮影が行われた。ブレードランナー2049の映画音楽を手掛けたハンスジマーは撮影開始直前の2019年3月に制作への参加を明言した。当時彼はクリストファー・ノーランから テネットテネットへの参加を依頼されていたが、個人的にデューンを愛好していたことから、デューン、デューン差の惑星への参加を選択した。最初の予告編では32人の合唱団を動員し、ピンクフロイドのエクリプスのカバーを使用している。合唱団は、新型コロナウイルス感染症対策のため、 サンタモニカにあるジマーのリモートコントロールスタジオに4グループ以上の少人数に分かれて収録に参加し、ジマーは自宅からフェイスタイムを介して合唱団を指揮した。2019年2月26日、ファンコムはレジェンダリーエンターテインメントと独占的パートナーシップ協定を結び、デューン、デューンその惑星のゲーム開発を発表した。2020年9月には、 マクファー,アーレントイズが映画のキャラクターの7インチサイズフィギュアの発売を発表し、同時に春コンネン男尺の12インチサイズフィギュアの発売も発表された。2020年4月13日、バニティフェアはデューン、デューンサの惑星に関するファーストルックレポートを公開した。エンパイア市の2020年10月号には予告編公開に先立ち、 キャストスタッフのインタビューが掲載された。当初、デューン、デューンサの惑星は2020年11月20日公開の予定だったが12月18日に変更された。しかし、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴い公開が延期され、ザバットマンの公開延期により空白となった2021年10月1日に、IMAX 及び 3D 上映されることに決まった。 配給を担当するワーナーブラザースは映画計画の一環として2021年公開の17本の映画を劇場公開と同時に HBO Max でストリーミング配信する方針を発表した。ビルヌーブはこの方針についてストリーミングは素晴らしいコンテンツを作り出せるがデューン、デューンさの惑星が持つ範囲と規模の映画は作れません。ワーナーブラザースの決定は デューン、デューン差の惑星が財政的に成功することを不可能にするだけでなく、最終的に海賊版が勝利を収めることを意味します。私のチームと私は3年以上の歳月をかけ、ユニークな大スクリーン体験を生み出しました。私たちの映画の映像と音楽は、劇場で鑑賞するために、最新の注意を払って作り出されたのです、と批判している。レジェンダリーピクチャーズは公式には、 グリーンライトを出していないが、ビルヌーブは、デューン、デューンサの惑星が、原作小説の前半部分のみを映像化しており、続編で後半部分を映像化する二部作構想を語っている。これについて、彼は、この小説を一本の映画で制作することには、同意できない、物語の世界は、非常に複雑で、その細部にこそ、力が宿っているのですと語っている。 2019年4月に、レジェンダリー CEO のジョシュア・グローデが、デューンの2作目を制作予定であることを明かしており、同年11月には、スペーツがスピンオフシリーズ、デューン・ザ・シスター・フットのショーランナーを降板し、2作目の脚本執筆に専念することになった。2020年12月、ビル・ヌーブは、 ワーナーブラザースが、デューン、デューン差の惑星を、劇場、配信同時公開する方針を発表したことを受け、劇場での興行成績低下によって、続編制作が困難になることに対する懸念を、表明した。2019年6月、レジェンダリーテレビジョンは、スピンオフシリーズ、デューン、ザ・シスター・フットを制作し、HBO Max で配信することを発表した。同作は、 デューンに登場するベネゲケセリットを題材にした前日単となっている。パイロット版はビル・ヌーブが監督、スペイツが脚本、ダナ・カルボがショーランナーを務めた。ビル・ヌーブとスペイツはブライアン・ハーバート、バイロン・メリット、キム・ハーバートと共に制作指揮を務めている。スペイツは2019年11月に映画の2作目の脚本執筆に専念するために、デューン、 ザ・シスター・フットの脚本家を交板したが、制作葬式としてシリーズには止まった。同作はブダペストとヨルダンで2020年11月2日から撮影予定となっている。ありがとうございます。